はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、まあ、ゆるっとねカメラの話をしていきたいと思います。ちょっと前にキャノンが発売した EOS R50 っていうカメラ、まあ、初心者には向いてないですよって、まあ、僕はね あくまで一つの意見として結論付けたんですけど、まあ、もう一つね、発売された EOS R8 っていうカメラがあるんですよね。でこのカメラ、まあ、まあ他のね動画を上げている人たちもなんかこうちょっとね、すげえカメラだっていうわけでもなかったりするんですよね、みんなの意見。この辺がすごく面白いなって感じているところがあって、僕もね、同じく、なんだろう、このカメラ、微妙って思っちゃったんですよ、正直な話。でもね、確かにちょっと微妙ではあるんだけど、その微妙っていう、なんかその結論が出ちゃうような、理由って多分その手ブレ補正を搭載していなかったり、まあバッテリーがやっぱりちっちゃいから、まあバッテリーの持ちがあんま良くないよね、とか。あとはなんかシングルカードスロットだったり、まあ値段が高いとか。だけど、実際にそのカメラの中に詰め込まれている性能っていうのはすごく高いものがあって、魅力は感じてるんだけど、なんかこうね、うわ、これめっちゃすごい、コスパが高い。うわ、これみんな買いだって多分みんな言えないんですよね。っていう、こう、なんとも言えないスペックと、まあ価格のバランスで作られてしまっているんですよ。ね。だからそれによって、ちょっとなんかこう YouTube で話してる人たちも、ちょっとなんかこう微妙な反応をしてますよね。だってみんなさ、パナソニックから出てるルミックス S5-2 が出た時ってさ、うわーすげー、うわこれめっちゃコスパがいいし、マジでおすすめできる、カメラだし、とかっていう風に話してる人結構多かったと思うんですよ。でも EOS R8 出て、うわこれすげーとか、うわマジでめっちゃいい、これマジで買いだと思うんですよね、とかって言ってる人ってあんまいないですよね。だこれがすごくこう真実に近いような、実際 の知識を持っている人たちの反応だなって僕はすごい思うんですよね。でただですね、ちょっと面白いニュースがあって、 EOS R8 が、供給不足になりますと、キャノンのなんかプレスリリースか何かがこう発表してたのかな。で見た時にマジかと思って、いやまさか供給不足になるようなカメラかなってちょっと思ったんですよ。でも確かに、まあキャノンがどこまでこの EOS R8 を台数用意して生産しようと思ってたのか、ロットを持ってたのかって、まあ正直まあ分かんないじゃないですか、消費者側からすると。だからまあそのロットに合わせた、予約が想定を超えていたっていうことなのか、まあキャノン自体がそもそもこの EOS R8 をたくさん売れると思っていなかったのか、まあちょっとその真意は分からないですけど、まあ、またはなんで、だから逆にその消費者の方がなんかこう EOS R8 っていうカメラが出たぜ、うわ買いだ、予約するっていう人たちが世の中にもしかしたら結構いたのかもしれない。でもEOS R8、まあ、多分もしかしたらこの動画を見てる方で EOS R8 予約してる人が中にはいるかもしれないんですけど、なんかその人ってなんで EOS R8 なんだろうって、なんか個人的にすごい気になったところでもあるんですよ。だってな、まあ大体24万ぐらいじゃないですか、金額としては。でまあレンズとかを合わせていくと、まあ大体30万ぐらいに、まあ、なってきて、まあもちろんね、まあレンズによるんで30万普通に超えるパターンも全然あると思うんですけど、そのお金が出せるんだったらなんか他のモデルっていっぱい買えるなってすごい思いましたし、初心者が買うにしてもこの機能のここいるかなみたいな、なんかこうすごくこう全体に合わせたカメラではなくて、もしかしたらそのピンポイントの用途に対して結構こうハマっていくようなカメラなのかなっていう風にすごく感じました。どうしてもこう YouTube でこう話されている方ってこう広い人たちにこうなるべく発信しようとするんで、まあ万能なねカメラをおすすめしたくなるっていう気持ちが、まあ多分あるんじゃないかなと思います。僕はあります、少なくとも。でやっぱりこう、まあいろんなねスペックとかがね、ここに結構ずっと出てると思うんですけど、まあスペックがあると思うんですよ、 EOS R8 にも。でまあ40コマの連写を使う人、まあ中にはいるかもしれないですね、動きの速い車体をダダダダダって撮るってなった時に。でもバッテリー持たなくない、ちっちゃいバッテリーだからってちょっと思ったりとかもしましたし、で手ブレ補正非搭載、まあ電子手ブレ補正を搭載してるから、まあまあまあ歩きながら、まあ結構広角のねレンズを最初につけて、
まあ、取ればいいかなとは思うんだけど、でもそれだったらなんだろう、 EOS R6、中古のやつとかで今22万で買えたりして、それ最大で8段の、まあ、手ブレ補正が取れる、まあ、ついてるやつになってるんで、まあ、確かにねちょっとこんにゃく現象は気になるかもしれないんですけど、うん、そっち買った方が値段も安いし、まあスペックも高、まあどちらかというと高め、まあ一部を除いてね高いとは思うんで、僕はね EOS R6 買った方がいいんじゃないかなっていうふうにも思っちゃいますし、でもさ結局本体のボディとレンズ合わせて30万超えてくるって考えたら、じゃあ僕ならまあソニーの α7-4 買った方がいいんじゃないかなって思うんだけど、まあ気のせいかな。まあでもね、唯一やっぱりこのカメラめちゃくちゃいいなって思うのは軽さなんですよね。461g で、しかもめっちゃ小型で、まあ軽量っていうところ、ここはねめちゃくちゃいいんですよ。で、小型軽量で、まあ手ブレ補正が必要なくて、でも連写が必要。だから定点カメラとして使う人なのかな。なんか2時間がこれ最大で撮影できるんで、な2時間ぐらいの長い尺をなんか定点でね、なんかまあなるべく高感度に暗所に強い状態で撮影する人にとっては、まあ 4K60 フレームで撮るってなると結構もしかしたらいいかもしれない。まあ例えばなんか子供のなんかこう学芸会みたいなのがあって、結構暗転してる状況で三脚を後ろで立てて 4K60 フレームで、まあ、撮影をするっていう方にとっては、もしかしたらまあ2時間ぐらいの、まあ、撮影状況ではめちゃくちゃいいかもしれないですね。まあ、だから40コマのまあ連続撮影に関しても、まあ、子どもの運動会とかにフルサイズで持って行って、まあ、連写をババババってしてお子さんを撮るとかっていう、なんかちょっとこうなんだろうって思うと、なんかすごく中途半端な微妙なカメラだなって思っちゃうんですよね。なんか選択肢他にもあるけど、まあ確かになんかその子供のなんかのシチュエーションでは役に立つかなって今思うんですよね。まあだから24万なの。だからまあちょっとまあ子供に対してなんかめちゃくちゃこう思い出を残したいっていう人で、かつある程度まあ予算を持ってる人がこのレンズを購入するんじゃないかなっていう気もする。なんかさ動画のクロップとかもできて、もちろん画質は落ちると思うんですけど、こうどんどんねこうデジタルズームとかも使えたりするっていうところを踏まえると、そこの層を結構狙ってるんじゃないかなっていう気もまあするかな。まああとはあの Vlog とかではなくて、結構なんだろう、こう今みたいな感じでこうカメラに向かってこう三脚に固定して話すようなものに関しては、まあ、結構いいよね。どうですかね、まあ、この動画ここまで見てる人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、なんかみんなの意見をちょっと聞きたいなって思うんですよね。このカメラが誰が買って、でなんでこの供給不足になるぐらいみんなが買っているのか。なんか他にもいっぱいいいカメラあるのに、このカメラをあえてチョイスしているっていうのが結構不思議なんですよね。で割とカメラに対して25万とか30万とか出せてるっていうところもなんかちょっと不思議なんですよね。だから意外とこうなんだろう、初心者の人ってさ10万円ぐらいでやっぱ買いたい、まあ多くても15万円ぐらいでカメラを買いたいって思う人がいるんだけど、まあ25万ぐらい出すって結構だと思うんだよね。まあ、だからたまにね僕のチャンネルとかでもなんかこうこういう写真撮りたいです、動画撮りたいんでおすすめのカメラありますかみたいなことを聞いてくる方も結構多いんですけど、その中でなんかドライブとか車を撮りたいっていう人が中にはいたりするんですよね。なのでもしかしたらそういう人に対してもメリットがあるのかもしれない。まあ、4K 動画でのタイムラプスの撮影も可能に、まあ、なってるんで、なんかこう車で旅行に行った時にこう夕日の映像とかをタイムラプスで撮影して、なんかそれをこう SNS とかにアップロードしていくとか、まああとはなんだろう、こう車がどっかの景色走ってる時になんか連写で撮るとかもあるのかな。ちょっとよくわかんないけど、これどういう使い方をするのかっていうのが、まあ僕からするとちょっと謎。他に選択肢カメラあるけど、まあだからキャノンがめっちゃ好きとかね、
うん、キャノンのカメラ、一眼レフカメラを昔から使ってて、まあ写真しか撮らないし、でもなんか連続撮影できるし、まあ24万でフルサイズ、だから EOS RP 買ったり、 EOS R だとちょっと R6 もちょっと前のモデルだからちょっと買いたくないなみたいな、できればなんか新しいものが買いたい人に刺さってくるのかなっていう風に、今ちょっとね自分でねこうやってね動画を話しながらしてると、どんどんこう情報が整理されていって、多分こんな人が好きなんじゃないかなっていうのがなんとなく中に詰まってきましたね。うん、って考えるとやっぱりこう EOS R8 が必要な人っていうのは、ある程度お金がある人、お金に余裕がまずあるっていう人で、まあ、できるだけ新しいカメラが欲しいと。でかつ連続撮影で、まあ、ものすごい、まあ、40コマ撮るか分かんないけど、それだけの撮影の、コマが撮れて、かつ 4K60 フレームで、まあ、ノンクロップで撮影できる、暗処理も強いカメラが欲しい人で、かつ持ち運びの時に重くなくて小型軽量であること、これがね多分この5つ出てきたんですけど、これがおそらくこのカメラを買うってなってくる人にはまる部分だと思うんですよね。でもやっぱり気になるのはバッテリーだよね。バッテリーをどうやってその賄うかっていうのは結構重大なところなんだけど、例えばその学芸会を子供のやつで撮るってなったとしても、常にねあの電力を供給できるなんかこうモバイルバッテリー的なものを差しながら撮影するっていう流れに、まあ、なるのか、途中で区切ってまあ、バッテリーを変えるとかっていうことになるのかもしれないですね。でもだとしたら EOS R6 で大きいバッテリー持ってった方が良くない？で EOS R6 もさ 4K60 フレームのノンクロップで撮影できるわけじゃん。でまあ高感度にも耐性が強いって考える、じゃあ EOS R6 でいいじゃんって思うんですけど、どうですか？まあちょっとね、まあ、この辺はよくわかんないですけど、まあ、なぜかね、まあ、このカメラが、供給不足になっているんですけど、もしね EOS R8、購入しますよっていう人がいたら、ぜひ、コメントを残していただけると嬉しいです。まあ、あくまでね僕のねチャンネルで話している動画って結構エンタメで、ちょっとこうある意味こうなんかカメラについて雑談するような、動画になっておりますので、そんなねこうムキにならないでください。はい、ぜひね皆さんの意見とか、まあ、他にもねいいカメラこういうのあるんじゃないかなみたいな、まあ、そういったお話もできれば嬉しいので、ぜひコメントをしてみてください。こういったね普段からカメラの話であったりだとか、Vlog の撮影、まあ、海外旅行とかも行っておりますので、ぜひともね興味のある方は、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。